モの部屋。あっちこっちです。みっちゃんです。そしてあっちこっちつっちです。いやー。ありがとうございます。合ってますね。あっちこっちつっちさん。始まる前からちゃんと練習だったね。はい。ということで今回からはつっちさんがモモの部屋にゲストで来てくれました。お願いします。お願いします。今回は1回目なので、はい、質問コーナーをやっていきたいと思います、はい、こちらでございます、はい、ルッチーさんへの質問10、はい、それでは1問目はいこちら、はい、YouTube を始めたきっかけは何ですか？なんか昔になんか動画投稿してて YouTube じゃないと思って、はい、でそっからちょっと間が空いた時にヒカキンさんのパズドラ実況見たんですよ、はい、ああ、はい、で、はい、おもろそうやなと思って自分もやりたいなっていうのをきっかけでYouTube 始まりました。なるほど。パズドラから始まった。そうですね。ああ、そうなんですね。その前の時もゲームをやっていたんですか？そうですね。前の時もゲームで。そうなんですね。なんか珍しいですね。なんかヒカキンさんの動画っていうのはよくあるんですけど、はい、ヒカキンさんのゲームの動画を見せてますね。そうなんですか。なんか変顔とかするんですか？ああ、それで感じの面白そう。ただゲーム実況やるんじゃなくて、うん、そういうのが。そうですね。なるほど。ありがとうございます。では次の質問いってみましょう。はい。いきます。はい。はい。はい、まあ、つっちさんっていう名前の由来は何ですか？そうですね。結構聞かれるんですけど、はい、僕の下の名前がつよしっていう。はいはいはい。僕市原隼人っていう俳優の人です。あ、はい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 。その人のあだ名がイッチや。はいはいはい。すごい欲しいなと思って、そういうあだ名が。はいはい、はい。で僕自分で付けたんですよ。つっちって。あ、自分で。で友達にこれ呼んでよって言って。はい。はい、でも全く浸透せず。やったらもう YouTube とかで使おうかな。ああなるほど、そうだったんですね、はい、でも確かに雰囲気似てますね。本当ですか？はい、え、めっちゃ似てますって言われてすごい思いました。可愛くなった感じですね。あーチヨシって僕好きですけど、名前超好きです。僕もチってつくんで、すごく今日は親近感が。そうですよね。よちつっちーさんのね。そう、絶対これやろうと思った。おーよかった。席交換していい？なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。では次の質問行ってみましょう。はい。モンストで一番好きなキャラは何ですか？これもよく聞かれるんですけど、イザナミっていうんですよ。はいはい、なんか絵も好きやし、はい、声も好きやし、そのガチャで手に入るキャラじゃないんですよ。普通に誰でも頑張れば取れるっていう。降臨系の、はい、モンストはすごくかっこよくなりましたね。もう絵がすごくいっぱいありすぎてちょっとわかんない。そう、ちょっと私もちょっとそこまでそう、ね、めっちゃそこまでは詳しくない。さすがにイザナミは私でもわかります。とりあえず綺麗な人だったら僕はいい。そうか。そうですね。そうですね。クールビューティーな。ああ、なるほど。クールビューティーが好きなんですね。なるほど。ありがとうございます。では次の人行ってみましょう。はい。はい。はい。まつっちーさんの動画の中でおすすめの動画は何ですか？結構ガチャなんですけど、はい、超重心祭っていうガチャの、はい、ルシファーに僕1体持ってたんですよ。あーあれか。はい。で2体目止まらないじゃないですか。10連ガチャ。止まらないですね。でそれを分かってなくて。なんかもう最後の方で、うわもうあかんかったわってこう下向いた時に最後で割れてたんですよ。レシピは2体目が出てて、で、あー終わったって言った時のあの、なんですか、素の反応。素の反応がめっちゃ面白かったです。出たやつがあって、まあそれが一番これで土したよって言ったことなんで。あ、そうなんですか。へぇー、なるほど。2体目のルシファーが出た動画ですね。この動画の URL は概要欄の方に貼ってありますも、あってありますので皆さんもぜひ見てみてください。神々でした。はい、では次の質問いきましょう。はい、はい、ゲーム以外で最近ハマっていることは何ですか？ゲーム以外で、はい、僕も実験とか やってるじゃないですか。はいはいはい、はい、で僕も本当はそういうのやりたいんですよ。ずっと前からやりたくて、今年の目標はエンタメにやるっていうのを決めてて、はい、全然できてなかったんですけど、最近ようやくちょっといろいろできるようになって、そういう実験系すごい。そうそう、エンタメっていう再生リストがありましたもんね。はい。ああ、なるほど。勉強させてもらってます。あ、いや、どうでもない。でも実験って本当にその理科とか科学っぽい。いや、もうそんなもっとやってみたいに近い感じです。ああ、なるほど、なるほど。全然もう下の方なんです。いや。ゲーム実況者さんがそういうのやるってすごく新鮮。そう、なんかすごい親近感も受けますし。まあ、本当に。はい。すごい、これからも楽しみにしてます。はい、楽しみにしてます。では、次の質問行ってみましょう。はい。はい、どんな学生時代を過ごしていましたか？
最初から金髪とかじゃない。いや、そうなんです。あ、そうなんです。一応最初に言っときますけど、はい、一応こう見て僕生徒会長なんですよ、中学生徒会長。生徒会長誰がやるって言うじゃないですか。はいはいはい。ノリでやろうかなって言ったら、結構いたんですけど、候補者そうです、なっちゃった。結構信頼があったんですね。信頼ないと思うんですよ。でもすごいですね。でもなんか部活とかやってたんで、はい、後輩の子とか、はい、あーなるほど。部活は何をされてたんですか。サッカーやってました。あー、ぽいですね。ぽい、ぽいですね。超ぽいですね。生徒会長をやりつつ、部活も頑張りつつ、ね、めっちゃモテそうだ。超モテそうですけど、めっちゃモテそう。なんか、うん、今 YouTube 見たらどう思うのかな。あ、ほんと生徒会長ですね。でも元からなんかちょっとおちらけた感じやったの。あー、なるほどなるほど。ゲームも結構やられてたんですか。ゲームもやってましたけど、ゲームよりかは外で遊んだり、おー、そうなんですね。部活とかやってたと思います。へ、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次の人も行ってみましょう。はい、関西弁で告白してください。あちらのカメラで向かってできるだけ。関西弁はね、やっぱ関西弁だと思うんで。まあ、でも、関西弁って思いますか。訛りがすごい。あ、まあ、確かに。本当ですか。はい、で僕、京都生まれなんですけど、はい、育ちは、まあ、全然三重県なんで、そんな、あのグッチさんとかみたいなバリバリも。あー、なるほど。でも、きっとそうと思うんですよ。先によっち違い。あ、そうっすね。それやってね。あー、なるほど。じゃあ、まずよっちじゃあ、次に向かって。あ、トヨコメでやればいいじゃん。ダサいよ。いや、ね、それをかっこよく言うんだよ。お前のことは好きなんやち。好きって言っとるだ。言っとんねけ。好きって言うから。重い、重いやつ。僕めっちゃ重い。僕でしょ。はい。あ、お願いします。自分のタイミングで大丈夫です。はい。はい。三、二、一。お前のことほんま好きやねん。おお。意外と普通だった。すごいなんか硬い関西弁でしたね、結構。でも今のやつ結構なんか誠意がすごい伝わった気がします。あ、まあまあ誠意がすごい。なんかそういうなんか軽い人だなとか思うのか、多分なんかチャラいなとか。そうなんですよ、僕見た目だけなんですよ、その子。ああ、そう、でもなんか思いました。でもやっぱ関西弁いいんですね。多分これね、はい、もう見てた人みんな多分今キュンキュン。いやー、もういいですね。はい、落ち着いて次行きましょうか。はい。この恥ずかしい。はい、はい、もし今 YouTuber をやっていなかったら何をしていたと思いますか。音楽です。あー、おー、一応やってらっしゃるんですよね。そうですね。きっかけは、はい、さっき言ったヒカキンさんなんですけど、はい、もともとはやってたバンドを有名にしたくて、その先に自分がこうちょっと名をこう広めてからバンドの曲を出したいなっていうビジョンがあって。なるほど、そうだったんですね。じゃあ始める前にもうバンドやっていた。やってました。あー、なるほど。あ、なんかでも戦略的に言ってますね。でそうやったんですけど、はい、いやいやいや、やったんですけど、まあ、あんまりそういうバンドも活動しなくなり、そとしたらそれもやったんですけど、今ではもうカメラ向かって、はい、はい、どうも、なっちゃいました。予想もしていなかった。なるほど。いや、でも普通のなんか、仕事じゃなく、はい、なんかまあ、バンドも YouTube も結構似てると思うんですけど。そうですね。昔からそういうとこはあって。ああ、そうなんですね。最近、つっちさんが曲をアップされていたので、ぜひぜひ皆さんも聴いてみてください。その URL も概要欄の方に貼っておくので、ぜひぜひ聴いてみてください。はい、はい、ありがとうございます。では、次の人も行ってみましょう。はい。ちょっとさっき言ってたかもしれないですけど、これから挑戦してみたいことはありますか？挑戦。はい。もう音楽もそうなんですけど、はいはい、さっき言ったやっぱエンタメ。はいはい。もっと、だからなんかゲーム実況者はゲームしかっていうのが結構周り見てると思うんで、そうですね。もうどっちもやりたい。あー、もうやりたいことは何でもやりたいんで。それは今のチャンネルの中でやるんです。はい。新たにチャンネルを作るわけではなく、そしてあ、ゲームも全部入ってる、はい、大体ゲームとかなんかつけるんですか、はい、あ、それつけなかったのはもうやりたいと思ったことは何でもやるって決めた。あー、なるほ ど, るほど。じゃあもともとなんかいろいろできるようになるんですけど、はい、そういう感じだったんですね。エンタメを本当に頑張りたいんで。なるほど。いや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 、いつかエンタメだけになっていくかもしれない。あ、確かに。さ、ゲームしてないですね。すごい楽しみです。はいはい、はい、では次の質問いきましょう。はいはいはい、はい、こちらが最後の質問になります。今年の目標は何ですか。チャンネル10万は超えたいと、はい、僕はゲームのこの人。あ、捉え方してくれてると思うんですけど、はい、そうじゃなくて僕がやるゲームやったら面白いとか、エンタメやるんやったら面白いっていう風に見られたいなって。あー、なるほど。確かに
まあ、ツッチーさんだから見るみたいな。あ、そうですね、本当に。あ、なるほど、ありがとうございます。はい、こちらで質問は以上となります。はい、はい、皆さんなんかもうツッチーさんの多分新しい面がすごくたくさん見れたそのコーナーだったと思います。で、次回からもいろいろな企画をツッチーさんとやっていくので、ぜひぜひ見てください。ではこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。